川崎医療福祉大学健康体育学科の石本康子と申します。今日は知的フレイル領域のお話をさせていただきます。今日の内容は認知的コグニティブフレイル、社会的ソーシャルフレイルとは、続きましてコロナ禍の影響とフレイルの関連について、調査結果をお話ししたいと思います。最後に予防についてお話をいたします。でまず、ここのスライドの絵に出ているように少し深呼吸をしていただきたいと思います。お腹に手を当てて鼻から吸って口から吐きます。はい、もう一度鼻から吸って、はい、口から吐きます。で隣の絵のありますが、ぐっと手を上に引き上げて伸びます。で一回手を下ろしていただいて、もう一度上にぐーっと手を上げて、もう1センチぐらい、さっきより1センチぐらいな高く手を伸ばしてください。はい、下ろします。はい、こういったまあ簡単な体操なんですけれども、腕を上げたり大きく深呼吸したりっていうことは、まあ、なかなか気をつけないとしないことだと思いますが、こういうふうな簡単な体操でもリラックスあるいは気分転換といったことにつながるかと思います。ではまず知的フレイル、社会的フレイルとはということでお話をさせていただきます。まずフレイルですが、これは高齢期における生理的予備機能の低下あるいはストレスに対する脆弱性の進行と、まあ、難しく定義されてはいますが、生活機能障害あるいは介護状態を引き起こしやすい、そのリスクが高い状態というふうに言われています。生活機能障害とは歩いたりとか食事をしたり排泄をしたり、まあ、そういうふうなことに対して介護が必要になってくる、まあ、そういうふうなリスクが起きやすい状態になっています。でフレイルというのはなぜフレイルかというと、日本語にしてしまうと脆弱あるいは虚弱といった言葉になりますが、そうするともう、機能が低下した状態を示してしまいますので、日本老年学会ではですね、不可逆的な状態、介入することによって、良い状態に戻るといった、まあ、希望も込めまして、このフレイルといった言葉を用いています。そしてフレイルには身体的、精神、心理的、社会的な問題、多面性があるというふうに言われています。フレイルの多面性ですが、身体的な、精神、心理的な点、社会的な点と、そこにはですね、例えば身体的フレイルであれば、筋力や筋量の低下、これはサルコペニアとも言いますけれども、他には骨、関節、筋肉などの運動機の低下、これはロコモティブシンドロームと言いますが、まあ、そういうふうな筋力、筋量、関節といったことが含まれます。精神・心理的フレイルに関しては、気分の落ち込みやうつ傾向、認知機能の低下といったことが含まれています。社会的フレイルに関しては、閉じこもりや困窮、孤食といったことが含まれており、フレイルにはさまざまな面が、含まれています。次に認知的コグニティブフレイルについて説明します。身体的フレイルと認知機能障害が共存する状態で、アルツハイマー型もしくは他の認知症でないことの双方を満たす状態というふうに言われています。ここでの認知機能障害とは、日常生活動作は自立しているが本人家族からの物忘れの訴えがある、これまで忘れる可能性の低かったものを忘れる、計画が立てられない、集中力の低下、無気力、まあ、そのような状態が考えられます。ただポイントとしては、日常生活、普段の生活は自立しているけれども物忘れが多くなったりであるとか、好きだった趣味ができなくなったり、まあ、そういうふうなことが含まれています。続いて社会的フレイル、ソーシャルフレイルですが、これは社会活動への参加や社会的交流に対する脆弱性が増している状態、まあ、主に2つの項目があると言われていますが、
外出頻度が1日1回未満の閉じこもり傾向、および同居家族以外との交流が週1回未満の社会的孤立した状態を言います。ここでフレイル予防の3要素について紹介します。身体活動、栄養、社会参加、この3つが大きな鍵になっています。しっかり歩くこと、ちょっと頑張って筋トレをする、身体活動、食事の内容を考えたり、歯科口腔機能の定期的な管理をする、オーラルフレイルを含んだ栄養、そしてお友達と一緒に食事をしたり、前向きに社会参加をしたりといった、社会参加、これには精神的、心理的、認知的フレイル、社会的フレイルの予防といったことが含まれます。ここで、コロナ禍の影響とフレイルの関連について、昨年度行った質問紙の調査をご紹介したいと思います。対象は有料老人ホームライフイン京都の入居者の方約210名です。平均年齢は87歳、女性が約 75% の集団になっています。ここでコロナ禍、皆さんどういうふうな生活状況だったかっていうのを少し思い出してみながら聞いていただけたらと思います。コロナ禍の影響に関する結果です。まず自粛期間中に催し物の中止や外出の機会が減少したことによって体力が低下したと感じますかと聞いてみたところ、約 38% の人が体力が低下したと感じていました。そこで対策としては何をしていましたかということも聞いてみました。するとラジオ体操、館内で9時と3時2回流れていますので、これに必ず参加するようにした。体操、スクワットをお部屋の中でするようにした。あとは歩行数、自分で歩行数を設定したりとか、散歩の時間を設定して歩くようにしたといったことが、対策としてなされていました。続いて入居者同士の会話の機会の減少による変化といったものも聞いてみました。自粛期間中に入居者同士の会話が変わらない、増加した群と減った群の2群に分けてみました。そうすると会話が減った群というのは変わらない増加した群に比べて気持ちが沈んだりする人の割合、食欲が落ちたと感じた人の割合、何事もやる気が起きないと感じた人の割合、体力が低下したと感じた割合、食べ物が食べにくくなったと感じた人の割合というのが多かったといったことが分かりました。続きまして、自粛期間中に関して生活時間に変化がありましたかといったことを聞いてみました。いくつか項目がありますが、増加した、変わらない、減少した、もともとしていないの4つで聞いてみました。すると、入居者同士の会話の機会や職員との会話の機会、お友達との連絡の機会というのが減った、つまり人と交流する機会の減少を感じた人の割合があったり、テレビや DVD を見る、何もしない時間、なんとなく過ごす時間が増えたと回答した人もいました。あと歩行する時間や体操の時間、こういうふうな体を動かす時間が減少したといった回答もありました。あとは読書、趣味、音楽を聴いたりする時間、趣味の時間が少なくなったと回答した人もいました。このように自粛期間というのは、私たちの生活に大きく影響を及ぼしたことが考えられます。続きまして、簡易フレイルスコアというものがあります。これをご紹介します。6ヶ月で2から3キログラムの体重減少がある。以前に比べて歩く速度が遅くなってきた。ウォーキングなどの運動を週に1回以上していない。5分前のことが思い出せない。わけもなく疲れたような感じがする。この5項目のうち、1から2つ該当するものをプレフレイル、3つ以上該当するものをフレイルというふうに定義します。そうすると、
このフレイル群別に物悲しくなったり気分が落ち込んだりすることがあった人の割合を示してみますと、フレイルなし、プレフレイル、フレイルと、その割合というものは高くなっていきます。続いてフレイル群別の自粛期間中食欲が落ちた人の割合、これもフレイルなし、プレフレイル、フレイルの順に、その割合は高くなっていきます。続いて、自粛期間中に何事もやる気が起きないと感じた人の割合、これもフレイルなし、プレフレイル、フレイルの順に、高くなっていくことが分かりました。これらの結果をまとめてみますと、フレイルスコアが高い人ほど、気分が落ち込んだり食欲が低下したりやる気が起きないといったことがあったことが分かります。ただ今回の結果は横断的、一定の時間の調査になりますので、因果関係というものは言うことができません。そして自粛期間中人との交流が減少したり運動する機会が減ったりぼーっとする時間が増えたり趣味の時間が減ったり、そのようなことは認知的フレイルや社会的フレイルを、もしかしたら、悪化させてしまう可能性があります。そこでこのようなことはストップしないといけないということがわかります。続いて予防についてお話ししたいと思います。このように自粛期間中いろいろな影響があったかと思いますが、しかしながらこのインターネットが、発達した、現在さまざまな手段でコミュニケーションが取れるようになっています。もちろんお手紙を書くといったことも非常に良いかと思いますし、電話をするあるいはメールで連絡をする、今ではテレビ電話みたいに iPad などを使って、実際には会ってないかもしれないですけれども顔を見合わせながらお話をするといったことができます。このようにさまざまな手段でコミュニケーションをとっていただけたらと思います。ここで笑いヨガといったものを紹介したいと思います。これは1995年にインド人の医師が考案した体操になっています。笑いと呼吸法を合わせて笑いヨガというふうに言われています。ヨガと同じで酸素をたっぷり体に取り入れつつ笑いの動きも行います。自発的に笑っていますが、笑っていること自体は体はどちら、笑わされて笑っているのか自分から笑っているかといった区別がつかないので、笑った時と同じ効果が得られるといったふうなことが言われています。ではいくつか動きを紹介してみますので一緒にやってみてください。ではまず笑いヨガの動きを、紹介したいと思います。手拍子をしてください。1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、ほ、ほ、は、は、は、ほ、ほ、は、は、は、イエーイ、といったものが、簡単な動きにはなるんですけれども、今日は、笑い肩回しを紹介したいと思います。では手を肩の上に乗っけてはははははと言いながら肩を回します。はは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 はい、ありがとうございます。はははははと笑いながらやることで笑いの効果と肩を回すといった運動の効果2つが得られます。続いてご紹介したいのがコグニサイズ、です。コグニサイズとは国立長寿医療センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた認知症予防を目的とした運動になっています。今日はバンザイステップというものを紹介したいと思います。まずステップからいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回右足からやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではこれに手をつけたいと思います。1、2、3、
3で右手を上げて4、5、6で左手を上げます。7、8、9で手を上げます。はい、で手を上げるんですが、ポイントとしては手を上げるときには声を出しません。では1回練習したいと思います。1、2、4、5、7、8、10で終わります。これを、同時にやってみたいと思います。はい、ではいきますね。せーの、1、2、4、5、7、8、10。どうでしょうか。もう一回やってみたいと思います。1、2、4、5、7、8、10。はい、今日は10までしましたが、余裕がある方は20まで挑戦してみてください。続きまして、脳の活性化をする体操を行ってみたいと思います。左右対称の動きといったものもやってみたいかと思います。まず練習ですね。伸ばした手パーにしていただいて、残った手グーで胸、どちらからでもいいです。パー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 。はい、これパーの動きですね。じゃあ今度はグーが前になります。その時は手が残った手パーで胸、前の手がグー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 。大丈夫ですか。じゃあ今度はまたパーにしてみたいと思います。パー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 グー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 。同じ動きではなくってちょっと違う動きを混ぜてみるとまた違った感じがすると思います。その時に、前頭葉が活性化されて、あ、難しいなと思った時に脳が活性化されるというふうに言われています。では続きまして、もう一つ非対称な動きをしてみたいと思います。どちらの手でも構いませんが、手を伸ばしてください。片方の手、頭上、頭上、頭上。はい、ではその手を下ろして、もう反対の手上げてみてください。今度は頭肩上、頭肩上、頭肩上。はい、片方は2の倍数、片方は3の倍数になっていますが、これを同時にやってみたいと思います。6で一緒になるかと思います。はい、ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6で一緒になります。はい、ではもう一回やってみたいと思います。せーの、1、2、3、4、5、6。はい、これはいろんなバージョンがありまして、片手2拍子だったり片手3拍子だったり、もう一つ応用としては4拍子と3拍子、こういうのを組み合わせて行う体操もできます。もうちょっと言うと、あと指の体操ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。両手だと、同じ動きできますが、これを一つずつずらしてやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。といったように非対称の動きというのも脳の活性化に非常に役立つと言われています。で現在、さまざまなサロンが地域で行われていると思いますが、このような、地域で行われているサロンといったものに、参加することも良いことだと思います。ここでは、京都市にあるカルチャー U さんのご紹介です。ここでは手作りクラブ、お料理教室、麻雀といったさまざまな教室が行われています。皆さんのお家の近くにもこのようなサロンがあるかもしれません。ちょっと探してみて行ってみていただけたらいいかなと思います。続いて地域でのボランティアを紹介します。これは
小学生、幼稚園、児童に対して定期的な読み聞かせ活動を行っているボランティアの活動です。もちろんボランティアに参加している人自体にも良い効果があります。健康度の自己評価の改善になったり、身体機能、知的活動の維持、低下の抑制、また社会的つながりの維持、低下の抑制にもなったと、報告があります。さらに子どもさんや、親御さんにも良い効果があったというふうに報告がされています。つまり、ボランティア活動によって世代を超えた交流にもなりますし、地域とのつながりが、強まるといったことも言えるかと思います。続いて地域での活動についてご紹介します。これは高知県土佐町の石原地区で行われている山里の市の写真になります。ここでは小さな市場が日曜日に開催されていますが、この市場の運営、お金の管理であったり、駐車場の管理、あるいは品物を並べたりといった全てのことを高齢者の方が主体でやっておられます。さらには大学生との共同で看板を立てたりであるとか、地図を作ったりとか、そういうふうなことも、行われています。このように地域での活動っていうのは、もちろんフレイル予防にもつながりますが、地域全体、安心して暮らせる地域づくりにつながるのではないかと思います。予備能力といったものは徐々に低下していきます。この図のようにグラデーションのように少しずつ予備能力といったものは低下していきます。そしてそれに伴って生活機能が低下し、また活動範囲も狭くなってきます。まとめです。予防のコツを考えてみました。社会活動に継続的に参加すること、地域で行われているさまざまな活動に、利用すること、もちろんそれには自分の趣味といったことも、含まれると思います。就労すること、働くこと、ボランティアに参加すること、趣味やスポーツを続けること、また地域での、そのような組織へ参加すること、もちろんご近所付き合いも大事だと思います。介護予防事業への参加、これも良い、小さい意味にはなるかもしれませんが、社会活動の一つかと思います。このようなさまざまな、活動への参加、いろんな趣味を継続することによって健康寿命を延ばし、フレイルや身体機能障害の期間を短くしていくことが大事なことだと思います。ぜひとも皆さんが今行われている活動や趣味、継続していっていただけたらなと思います。それがきっとフレイル予防につながると思います。今日はありがとうございました。